こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、メトロノームの裏の練習法、前回こうメトロノームを裏に聞くにはどうすればいいかって、これは裏に取ることはできたけど、なんでこんなことする必要があるんだっていう質問がありました。メトロノームって表で合わせると誰でもできるんですよ。ですぐにそこに合わせる、自分がずれてもすぐそこにアジャストはできるんですけど、メトロノームを裏に鳴らしてるとこう自分のリズムが自立してないと元に戻せないんですね。だからリズムトレーニングにめちゃくちゃ持ってこいですね。だから本当にその自分がバッキングとかアドリブとかをやってるタイミングでこうメトロノームが裏になるのをキープできたら、それはかなり自分のリズム力がアップします。だからそのためにやる感じですね。でメトロノームの練習の中では僕はまあよくおすすめしているのはこの、テンポアドバンスっていうこのアプリですね。これね、キコこキコこ5連符にしたりとかで、音をまあこうここだけこう発音しないようにしたりとか、音色変えたりとかっていうのがタップで簡単にできるんですね。これ僕マニュアル作ってるんですけど、ややこしい練習方法とか、ポリリズムを作れたりとか、あとセットリストを作れたりとか、その辺もまあ英語わかる人は英語のマニュアル見てもらえばいいんですけど、そういうマニュアルが全然存在しないので僕が作ってアップしておきましたので、もしよければご購入ください。でもこれ購入しなくてもこのアプリも使うだけで、なんとなく見よう見まねで使うだけでうまくいくんじゃないかなと思いますんで、全然400円ぐらいのアプリなんで、全然普通のアプリ買う、メトロノーム買うこと比べたらね、全然いいと思います。でこれで3連符出してもらって、で、ワン、ツー、シー、フォー、ワン、エン、ツー、エン、シー、エン、フォー、エン、ワン、エン、で、これで、この、トトティ、トトティ、これはもう大学生の時にずっと最初に、一番最初の日に言われた、これをずっとやりなさい。このとにかくレガートする時もずっとこのトトティ、トトティってなるような、要はクタツクタツクタツクタっていうフィールを体に覚え込ませるためにやりなさいというふうに言われました。なのでこれ3連が鳴ってると簡単なんですけど、3連鳴らさないようにする、要はこれを、この真ん中のやつを消してしまえば、ツッテ、音程が変わってましたね。One, two, three, four, one, and two, and three, and four, and 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 one, and two, and three, and four. というのを、これはドラムのこの、リズムパターンでやってますけど、これピアノでもベースでもこうやって練習してもらえばいいかなと思います。次はメトロノーム、これが慣れてきたら、今度は、テンポ半分にすればいいんですけど、このメトロノームだとこのビートを消せばいいだけの話なので、ワン、ツー、シー、フォー。で、4の裏で鳴らすと、2の裏と4、3の裏になっちゃうから、3の裏でひっくり返します。ワン、ツー、シー、フォー、ワン、ツー、シー、ワン、エン、ツー、エン、シー、エン、フォー、エン、ワン、エン、ツー、エン、シー、エン、フォー、エン、ワン、エン、ツー、エン、シー、エン、フォー、エン、ワン、エン、エン、シー、エン、フォー、エン、ワン、エン、ツー、エン、シー、エン、フォー、エン、ワン、エン、ツー、エン、シー、音数減らしていくんですね。で、これ4つ目だけにする。こういう時って鳴らす時には、ワン、ツー、シー、フォー、エン、ワン、ツー、シー、フォー、エン、ワン、ツー、シー、フォー、エン、ワン、エン、ツー、エン、シー、エン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 、フォー、エン、ワン。っていうふうに練習してもらえばいいかなと思います。はい。じゃあメトロノームのこの24っていうのもこれ有名で、24っていうのは、まあ例えばこれ200だとしたら、1、2、3、4、1、エン、2、エン、3、エン、4、ひっくり返して、2、エン、3、エン、4、1、エン、2、エン、3、エン、4、エン、2、エン、3、エン、4。っていうふうに練習してもらえばいいかなって感じですね。こうやって、まあこれも例えばその4拍目だけにしたりとかね、こういうこと練習がいろいろ工夫してできると思うんですけど、まあ他にもいろんなやり方があると思います。ベースのラディ・グレナディアとお話しした時は、彼は高速のね、オールザ・シングス用の7拍子は、7拍目の表、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、スリー、ピッ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、スリー、ピッってメトロノーム鳴らして、またげるように練習するんだっていうふうに言ってましたけど、まあそういうふうにこう、裏拍にこう強いビートを感じることができるようになると、だん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 こうビートが安定してくるって感じですね。なのでこういう練習をしてて、こうちょっとずれた時に
瞬時に微調整できるっていうかね。例えば 4だけ 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3 1,2,3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4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  1 2 3
戻す、もうちょっと持たす、あちょっと走る、戻す。僕はこうメトロノームがこうずれて聞こえた時に瞬時にこっちが前にいるか後ろにいるのか感覚で分かるんで、どれぐらい前に行けば戻れるかっていうのが分かれるようになるまで何回も練習したんで、これってすごいもう本質的なもので、演奏してる時にあこの人がこれぐらい後ろにいる、ここがこれぐらい前にいるっていうのがやっぱり感覚で分かる。いや4人が並走してる時に4人がどれぐらいずれてるかっていうのは僕はすごい目をつぶると図解で結構見えるんですよ、どれぐらいにいるかっていうの。そうするとこの辺を叩くと多分みんなここに集まってくるなとかっていうのも分かるっていうか、まあこれがこのメトロノーム方法だけで分かったわけではないんですけど、こういうふうに練習してもらえば。でちなみに番外編がありますので、ツカツツカツツカツって真ん中にメトロノームが鳴るようにしたいですね。モダンの人が最近よくやるフィールで面白いんでちょっとやってみたいと思いますが、そうすると前回やったみたいに3つ目を頭に考える。ワン、ツー、シー、フォー、ワン、エン、ツー、エン、シー、エン、フォー、エン、ワン、エン、ツー、エン。といった練習なんかもまあ考えられる。まあ他にも使い方いっぱいあると思うんですが、有名なところは練習でちょっとご紹介しました。というわけでメトロノーム裏に出すとやっぱものすごいリズム感がきたわるので、ぜひやっていただきたいなと思います。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。